せーの、こんちゃす。どうも、なぐみです。かくです。なっこなっこです。じゃあ、はい、はい、というわけでドンキ購入品紹介、よいしょ。久々に2回目ちゃう？2回目かな、うん、でももうあの時に買ったやつ多分全部使い切ってるから。でも全部ないっけ？いやから、まあドンキはもう多分定期的に挟んだ方がいい、普通に。いやもうこれもだ、俺ら必要なもんばっかやから。そう、恒例企画として生きてるから、うん、男性視聴者の人を見てほしいんよ。だマジ男性のためにもなるやつやから。そこやねん、そこやねん、マジでそこやねん。うちの個人チャンネルの方がドンキー購入、そう、強いね。やっぱ女の子がいるから漫才みたいに。で俺たちはそのカップルでやってるから、じゃあその男の子がやっぱ多いから。そうやから、まあでもちょっとだ、どっちも見てもらいたいなっていう、めちゃくちゃ面白い、はい。だこれを見てくれへんかったドンキ購入品紹介が、いや、しろ、あの、なくなります。なくなります。はい、なので見てください。ドンキもなくなります。うちらの影響力、はい、閉店します。なんでぜひ見てください。え、お互い、まず、お互いの金額発表しよう。オッケーオッケー。え、結構近かったです。発表します。はい。え、巻物めっちゃ買ってない。うん。じゃあごめん、行くで。長っ、買ったわ。結婚式でさ、友人スピーチのボケするやつぐらい長いで。いや、ちなみに金額は17,742円です。17,742円、結構買ったじゃん。結構いった。俺、6,916円、はい、消費税557年。え、消費バリ古い10円玉みたいに出てきた。消費税557円を含みます。含んでるやん。含んでます。え、ちょっと待って、6,916円。じゃあほんまに舐めてる。でもこれって俺でも変わらんから、でもこれでもマジ買った方がいいから、ちょっと見てほしい。まあ、確かに。え、じゃあ3つずつぐらいにする。どん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 きどんきだけ。今俺テーマ曲歌ったもん。どん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 き。じゃあそのテンポで絶対出していこう。あ、オッケーオッケー。そのテンポで出したら、で、ずれたら罰ゲーム。オッケーオッケーオッケー。マジカルバナナみたいじゃね。せーの、まずどん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 歌入るまで何だ。何の出演者なの。おかしめちゃう。締め歩いて入ったらこの歌流れてるわけだ。だからその歌に合わせてもポンポンポンと出そう。静かにして。オッケー。もう出し早く、もう出せへんねんから、そのテンポで。まずじゃーん。あの、もう安定に広いメイクのマスカラリムーバーね。もうこれは毎日、うん、使うねんけど、そう、もうマスカラ落とす用のクレンジングみたいな。なるほど。そう、もうこれはもうずっと愛用してるから、もうストック用。あ、全然分からへん。もうこんなペースでパンパンいくで、うん、マジ量多いから。あ、それ大事。コットン。あ、それ大事。この資生堂のコットン好きで。そう、まあ美顔器する時もあるし、うん、スキンケアとか、あとブランのあの目やに、目やにする時コットンやから、これはこれ大事、はい、それ忘れてた。で、じゃん。え、なんかさ、長いのドンキ全部ラップに包まれてる。誰か食べ残し。冷蔵庫入れてる。これケイトのリムーバーです。ああ、はい、これネイルにリムーバーやねんけど、長いが家に持ってるやつがジェルネイルのリムーバーやねん、うん、でそれを普通にうち使ってたら、そのジェルネイルしてる時にせっかくお店でやってもらったのに取れちゃって、うん、分からへんちゃうよ。もうさ、美容用がすぎた。これも男子視聴者離れてるから、生きてる。ちょっとチョイス悪ないじゃ。女の子もおるから。あ、女の子おるから、ね、まあジェルで、女の子はもう、うわ、それもう絶対分かるってなる。なるなる。なんでよ。そう、だからジェルで落としちゃったから、あの普通のネイル用のリムーバーを買いました、はい、じゃあちょっと俺行きます。はい、3個ずつね。はい、どん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 。3個ずつね。じゃあだから、見ちゃっちゃ、店入るところから行ってください。外の。はい、ここ新宿です。はい、すごい、ここが新宿か。え、初めて来たな。あ、すいません、すいません。はい、どうぞ。どうぞ。ドンキー、ドンキー、フォーテー。あ、そばにあった。これ、あの、カップ焼きそば。ジャンルエグいってさ。もっとさ、日用品とか買ってない。合わせれたやろ。いや、ほんまにもう、基本食料。欲しいものって言えば食料なんで。男出しすぎや。カップ焼きそばを、美味しそう。さっき俺家で食いたい。
って思う時多くてそう、それで俺の塩と、あの一平ちゃんで、なごみ塩焼きそば好きやから、これも名古屋を食えるから、買ってくれた、そう嬉しい。で、これカマンベールチーズ、え好き、それそう、で名古屋も好きやん、うん、で、俺もお酒飲む時に、うん、ちょっとこれ欲しいなと思って。なるほど。こういうのさ、ドンキとかしかあんま売ってないから、うん、これ確かに、これのカルパスをこの前食べきったとこやから、そう、名古屋が誕生日でくれたやつ、そうそうそう、もう食べきったから、ちょっと次の欲しいな思って。はい、はい、だけど3点ずつバンって出すわ、うん、これジャンル一緒やから、うん、あの3点で1点として出す。オッケー。あの入浴剤じゃん、出た。だからもう入浴剤がマジで大好きで、うん、まあ、2人で入るときも絶対入れるやん、うん、なんかこのさ、バブのアロマ、へー、おしゃれやな。そう、2種類買ったのと、これはもう安定に、これ一番好きな、これめっちゃ入れてるよな、これの詰め替えがあったから買いました。詰め替えあんねや。そう、これもう疲れた日これが一番、うん、で次が、はい、こちらじゃん。もうこれもずっと使ってんねんけど、トイレの消臭源。え、だって俺も買ってんけど、えトイレの消臭スプレー、え、何石鹸一緒一緒。え、なんで、うちさ、これさ、まだ一本あんねん、これ。え、あった？俺ないと思って。じゃ、あんねん。で、もう一個がこれ。はい、何それ。視力ガバー、髪の毛の。あー、で、それもこれは、あれやで、だけこう、頭を全部被る、もうほんまに給食のおばちゃんみたいなやつは持ってんねんけど、うん、これは手先だけのやつ。へぇ、そう、もうあの全部隠したら、うん、マジで口角に萎えるって言われるから、うん、だからあんまつけれへんねん。で、あのおばあちゃんみたいなやつやろ。優しいおばあちゃんの毛先用にしました。毛先用、ちょっと毛先用やったらまだ耐えてます。あ、じゃあこちらを本日から使わせていただきます。はい、はい、じゃあ次どうぞ。冬の口どけ、ちょっと待って、これでもなごみ用に。え、ちょっと待って、え、しかも2個、2個、え、ちょっと待って、でも嬉しい。これは冬の時絶対買うやん。うん、これはでも分かってくれてるかなと思ってた。もうだから、もう6年付き合ってんねんからさ。そう、だけがもう冬になったら絶対買うねん、これ。そう、もう嬉しすぎて、見つけた瞬間入り口にあってんな。しかも入り口にあった、入って目の前にあって、目玉商品みたいな感じだったから。そうそうそう、だから買った。えー、嬉しい、ありがとう。今のとこ、まあ、1,2,3,4,5,6 点買ってるけど、うん、カマンベールチーズもナゴミ食うからと思って、うん、俺の塩ラーメン、俺の塩もナゴミ食うからと思って、冬の口だけもナゴミ食うからと思って、ほんまに嬉しい。そう、これ好きやん。え、嬉しい。で、次、はい、もう一個お菓子いきます。これカルパス、え、ナゴミが買ってくれたやつ。ちょっと待って、ちょっと待って、何エグいで、今回。え、何、ほんまにやばい、でかっえ、この箱よりでかいやつあったん。これの 500g シャンプー詰め替えみたいに売ってるやん。じゃあゴー君がこれめっちゃ好きやから、うん、で、おつまみにめっちゃ食べるかな、これを買ってあげようと思って。やばいやん、もう一心伝心やん。え、これさ、企画さ、やばない、何品合うかみたいになってない。え、投げたら即帰宅やん。じゃあ即帰宅やん、すぐ帰れるやん。えー、これかぶるんやば。そう、これもじゃああげるわ。ありがとう、じゃあ一緒にね。で、これは、はい、俺がお好きなおつまみクラッツ。あー、出た。そう、あのビールとか、今回さ、お酒をあのふるさと納税いっぱい届いてるから買わんかったんよ。やからちょっと少なくなったのもあってんけど、そう、そのお酒がもう、うん、ハイボールとビールいっぱい届いたから、これクラッツで食べようかなと思って、はい、はい。じゃあ次ちょっとスキンケアで4連続でいきます。出た、コス RX のスキンケア4連続でいきます。よいしょ。はい、で、このめっちゃ有名やから、長くずっとね、もともとこのビタミンを特に使ってて。俺も使ってるよ、ビタミン。そう。このコス RX がどういうブランドかっていうと、人工香料が不使用。うん、で、肌に必要な成分だけを最大限に配合してくれてます。うん、はい。やから無駄がない。うん、で、しかも、敏感な肌の方でも使えるし、うん、で、しかも高効能やのに、うん、低刺激なんよ、めっちゃ。そうそう。やから成分ちゃんとしっかり高いのに、うん、低刺激みたいなのがめっちゃ良くて。それから低刺激処方のダーマスキンケアブランドです、うん、はい。そで、今回そのドンキ購入費紹介で、そう、そう、これも一緒に売ってるから紹介したけど、9点の方がお得で。あ、そうなの。そうそうそう、あの9点の安定の目代わり出ました。はい、今年最後の目代わりがありまして、うん、めちゃめちゃお得な金額で買えるから、あの確かに、そう、安くゲットしたい人はぜひチェックしてください。で、今4種類ここに並んでんねんけど、このフルフィットトナーは朝晩、うん、毎日使えます、うん、で、朝はこのビタミン C23 セラムを一緒に使ったらより効果的です、はい、で、まあ夜はあの大体朝はビタミン、夜はレチノールって言われるんだけど、うん、夜はこのね、アンテのレチノール、このレチノール 0.1 クリームを一緒に使うのがおすすめです。はい、はい、で、ちょこっとだけ中をね、紹介しよう。お願いします。開封お願いします。え、炭酸別にコーラそれぐらい精度が高いと。精度高いよ、高度だね高かったプシュー言うんや。ちょっ
っとびっくりしました。これもちなみに言うかな、わあシャンパンちゃうぞ。あ、シャンパンちゃう。警察犬来た。何を調査してんのこのドンキ購入品の。めっちゃ匂ってんで。じゃあ中井がさ、うん、ちょっとさ詳しく紹介したいから、こうくんこれ前行って商品紹介とかテクスチャーとかをさ、オッケー、腕に乗せたりとかさ。どっち、 こっち、え、腕、ケーキもいい。ケーキもいい。あんまないよな、スキンケアで。一応腕毛込みのテクスチャーじゃない。あの、うち行くわ。あ紹介してくれ。まあ、選手交代。まあ、毛入ってる方が人間らしいけどな。まあまあな、うん、まあ、それはそう、それはそう。ちょ、うち前で紹介したいからな。コウ君とか、あ、来た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 。ちょ、だるいって。ちょっと顔隠しといてくれる。はい、まずこのナグイモ大好きなビタミン C23 セラムからいきます、うん。まあ、これはアットコスメリップス9点ランキング上位のマジ常連やから、まあ、みんな多分知ってると思うねんけど、うん、もう韓国とか行ってもどこにでも置いてんねんけど、まあ、これはもうナバビタミン C がそのままこう名前の通り 23% 高配合されてて、でビタミンサプリみたいにもうほんまに美白とか、うん、シミとかシワとかの短期集中ケアができるから、もうほんまに塗るサプリって感じ、これが。すごっ。そうそうそう、こんなマジ高濃度ななかなかないから。そう、でもコスパよく使えるからそれもすごい良くて、うん、でちょっと手に出すな。うん。ここピンタル隠れもみたい。ちょちょ、僕もうピントが俺もっと合わんから。一回一回寝て。あ、そう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 、いいねいいね。やっと腕に合いました。はいはい、テクスチャーをちょっと見せたいね、みんなに。こんな感じの、結構ね、トロッとしたテクスチャーになって、スーッと肌に馴染んでいく感じのやつです。はい。で、この今入りのレチノール。うん。はい。このレチノール 0.1 クリームは、うん、これもアットコスメとか、リップスランキングの1位の常連らしい。そう。なんかこれ使うの初めてやから、めっちゃ楽しみやねんけど、なんかまあ、ボトックスとかあるやん、そういう美容とか、うんうんうん、そういうのに興味があるけど、ちょっと不安。うん。で、人とか、あとは、レチノール初めてで、その皮むけとか気になって、その A 反応が気になる人とかにもめっちゃおすすめ。で、まあ、レチノールってちょっとこうさ、強いイメージあるけど、このレチノールはそうレチノールだけじゃなくて鎮静成分も入ってんのよ。そうやから低刺激やし、うん、さらにリフトアップシワ毛穴の集中ケアができるから塗るボトックスと。すごい、俺もちょっと塗ってみたい、マジで。でしかもこれ顔だけじゃなくて体の、うん、ニキビとかさ気になる人、うんうんうん、背中とか、あと体全体のそのニキビ予防とか改善するニキビクリームとしても使えるから、そうそう、これもぜひ使ってみてください。先月しかもこれの 0.3% の成分も発売されたみたいで、うん、そういうものめっちゃ気になるんです。確かに。こんな感じでこう結構馴染みやすいテクスチャー、これめっちゃ肌馴染みいいから、うん、少量でめっちゃ伸びるかも。だからコスパいいな、確かに。めっちゃ。で、次がこのフルフィットトナー、うん、はい。これは栄養がもうたっぷりでもちもちのトナー、そう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 。これも長い使ったことあるんだけど、うん、一塗りで朝までツヤがキープできます、うん、もうツヤツヤの肌にしてくれんねんけど。で、これ結構テクスチャーがトロトロ系なんよ。こうほら、トローとしてる感じ。確かに。そう、トロトロでこう滑らかな、うん、感じのテクスチャーやから、なんか普段保湿系のこう化粧水とか試したけど、こうメイクヨレが気になったりとか、うん、こうベタベタするとかそういうのが苦手な人にもめっちゃおすすめです。そう、テクスチャーがめちゃめちゃ気持ちいい、これ、はい。で、最後がこのザ・シックスペプチドスキンブースター、うん、まあ、これは肌荒れの悩みがある人とか、はい、よりお肌の効果を引き出したい、うん、場合には万能な一滴。そう、こんな感じの、これも割とこうトロッとしたテクスチャーやねんけど、うん、でも全然ベタつきなくこうスーッと入っていくねんけど、はあ、これもう長いも大好きなこのペプチドのね成分が入ってて、うん、まあ、ペプチドってこうエイジングケアに特化した成分やから、うん、肌荒れとか、うん、こうエイジングとかもうほんまに万能にこうもういろいろ叶えてくれる、そうブースターです。そうだからこれもめちゃめちゃ使いやすくて、うん、まあ、個人的にはやっぱこうライン使いでした方が肌にも調子いいから、ぜひみんなチェックしてみてください。チェックしてください。はい、スキンケアこんな感じで、はい、じゃあ次コウ君行ってください。俺これもう一番大好きやねん。出た、人類の飲み物の中で。え、日本？そう、でも昨日買ったやん、うん、でも飲みたすぎて開けようかなと思ったけど、もうちょっと我慢してんけど。こっち飲んでない？飲んでないよ。え、飲みさすじゃないこれ。違う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 、ちょっと違う商品。種類違うんや。そう、なんなんそのこだわり。これ1個しか売ってなくて。あ、そういうこと。人気で、もうこの豆乳のコーヒー好きやな。マジでうまい。てかめっちゃ重ない、うち重い持って帰れんからもうやめたもん。でもこれマジでめちゃくちゃ好きで買いました。あとこれボディーソープ。いや重っ。
だからもボディソープ欲しかったけど、もう重いから持てへんと思って。俺乾燥肌で、もうなごみに血出るまでいつも背中かいてもらってるから、これ乾燥肌におすすめナンバーワン第1位。いや、よう使ってるよ。そう、お前これもう YouTube を、そう、同棲始めたぐらい、これもう買い出しだから、ほんま YouTube の歴史とともにずっと俺らも体のこれでずっと洗ってて、うん、匂いも好きやねん。そう、あと大容量やからな。このロゴの羊が可愛いっていうので買いました。それは言えば。でも重いから助かる、コウ君がそういう分買ってくれて。で次これ、はい、ソックス、これなごみにプレゼントです。そう、なんかなごみめっちゃ足さ冷え性で、俺の、そう、冷えやすい、そう、俺の膝裏とかに入れてくれん、足潜らせてくんだよ。でほんまに毎回毎回あの靴下履いてるから、ちょっとこれあったかそうやなと思ってなごみに買ってあげよう。嬉しい。そう、これ買いました。ちょっと待って、何もう多すぎやって俺ら。え、何、青、しかも青、何色買ってくれた、ピンク、え、よかった。え、しかもなんでこれにしたの。なんかもう1階に結構大きい感じで売ってたから、うん、うちもさ、なんか何個があってんけど、このさ、え、温度 3.6 度上がる、やばないとか思って、そう、だからちょっと長年これ欲しいかなと思って、え、これプレゼントだ、めっちゃ嬉しい、かぶりえ、嬉しい。そう、え、なんかめっちゃ殴りに買ってくれてない、めっちゃ買ったよ。で、これでこれもラスト、うん、嬉しい。もう 俺のラストか、このナイトミン耳ほぐタイプって、これなんか一回なんかバズってて、え、使ったことある。そう、一回使ったことあって、うん、で、ちょっと俺的には寝かけの時に耳熱ってやつも取ってんけどそんな熱いなんかそんなわからんかって、もう一回やってみようと思って、あ、チャレンジで、うん、もう一回お前のこと信じたるわと思って、チャレンジで、もう一回信じます。うちはちょっと耳の形が合わへんくて、うん、あ、寝るまでこれすぐ取れますえ、じゃあ耳のこれって基本みんなが合うように作られてるんじゃない。うん、ちょっとなんか合わへん、ね、え、柔道してる耳あれ潰れてる。そう、え、ちょっと合わへんかった、うちは。あら、どうな、今ちょっとじゃあ、あの、でも好きよ。じゃあこれ、あの、なごみに合うようにも作ってください。はい、なごみを作って、なごみを作ってください。じゃあうちももう、あと、じゃあコークいったからまとめて、うん、もうマジバーっていくで。これトイレ用ブラシ、これ流せる。あ、それ大事、それなくなってほしかった。そう、これめっちゃ便利やから、うん、洗ってポンってしてる。で、次がジップロックのこの、あの、冷凍できるとき、おー、めっちゃいい。鶏肉とか、うん、豚とか保存するときに、確かにやっぱ分けた方がしやすいから、いい保存用ね、はい、スポンジ、スポンジもなくなった、スポンジもなくなりました。洗い物ね。はい、で、これはコンタクトの液、うん、あの、うちはもうワンデアが捨てちゃうねんけど、友達が泊まりに来たときに、そう、いつもなくてかわいそうやから友達用に、友達用に買っといた、優しい。これはで、靴下、カルバンの靴下、そう、もう投げ靴下ほんますぐどっか行くね、うん、なんかこの前もさ、ドンキ購入で買ったのにさ、ほぼなくなっちゃって、なんであれって靴下ってさ、うん、洗濯して1個なくなるんやろな。そう、え、どこ行ってんだろうな、行ってんの、マジで。普通にほんまはナイキが良かったんけど、ナイキはコウ君にこの前あげて、うん、もうかぶる、どっちがどっちかわからないからカルバンにしました。はい、どこもめっちゃ可愛い、はい、あ、あとこれ大好きな、あ、イロカの、そう、シュッシュ、これの柔軟剤を使ってんねんけど、うん、これの、あの、シュッシュッシュって、かかるんかと思っちゃうこれめっちゃいいね、これめっちゃおすすめ、うん、もうほんまに、これもうめっちゃ洗いたてぐらい匂いも残るから、うん、これめっちゃいい、ちょっとこう、はい、匂いつけたい時とかもいい。あと、もうお腹にもお菓子、めっちゃお菓子買ってる、ちっちゃい、これ夢やった、でかいやつ、アポロとマーブル、めっちゃ好きやもんな、うん、もう大好き。でもしかもさ、このでかいやつで高いやん、うん、いや、これもマジ夢やって、しかもさ、チョコレートコーダーめっちゃでかなかった、でかかった、え、なんか海外の人めっちゃ買ってた、うんうんうん、もうほぼ海外の人しかおらんねん今マジ東京ドンキって、なん、でも海外の人めっちゃ買ってた、そう、で、その中に紛れてた、紛れて、これと、で、これはでかい売り切れてたから、これだけちょっとミニで、マジ、うん、へえマジでめっちゃ興味持ったんかと思った、めっちゃ興味なさそう怖い今のメーラそれ、これね、はい、嬉しい。てか今思い出して最悪や、何、うちが今日レジの人の話したかったわけ。何言って、いや、そのドンキさ、めっちゃこう爆買いしてるから結構荷物多いやんか、うん、でレジするときにこうカゴからカゴに移すやん、こうピッてしてカゴに、もうそのレジの人がもうめっちゃ綺麗に入れてくれんねん。へえ、わかる、もう重いものから下からちゃってなるよ、あ、じゃあもうあの買い物袋に詰め込むの上手い人みたいな。そうそう、でも、もうマジでもう絶対 A 型やねん、うん、もうちょっと入れて、あ、違うと思ったら出して、入れ直したりとかすんねん、プラモデルみたいな感じ。そうそう、もうマジ、あの、マカンゴーダッポー
マカンゴサッポしようとしてる。怖い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 。あ、テトリス。テトリスしてた。ぷよぷよと。テトリス、あ、すごいな、もう。マジでテトリス。ギチギチにね。そう。うん、もう綺麗にはめてました。うん、田口さん。田口さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。渋谷店、メガドンキ渋谷店の田口さん。田口さん、ありがとうございます。丁寧に入れていただきました。ご連絡お待ちしております。何の絵。ぷよぷよしましょう。あと、まあ、ラストお菓子ね。またプラスで、ちょっと。好きな忍者飯。でもバナナチョコも大好き。あ、もうそういう系好きよな。あと、これ、効果おつまみにいいかな。あ、ありがとう。チーズ、残りも好きやし、一緒に食べよう。はい、以上、はい、やったー、終わったー。今回もやばいな。今回もだから、これ10万円分ぐらい買いました。そう、10万円いった。ほんまに嬉しい。ったら10万、過去最高額ということで、まあ、な、俺が7000円で、名古屋一番7000円で、まあ、足して10万円。そうやな。ありがとうございます。全然サムネ詐欺じゃなくてよかった、うん、マジで。もう今消費税がもう今 80% ぐらいの時代やから日本出たい。マジでありがとうございます。はい、こんな感じで、うん、あの、爆買いしましたよと。まあ、みんなもよかった。まあ、ドンキ行くんでぜひ。いや、みんな絶対ドンキ行くやろからな、マジで、うん、一回俺らが買ったやつ、ほんま買ってみてほしい。とりあえず今日買ったやつはおすすめ品ばっか。うん、うん、なげりゃ普段使ってるやつとかおすすめ品ばっかやから使ってください、はい。で、さっき紹介したこのコスアレックス、ね、これはあの9点で安く買えます。はい。で、その目代わりの期間が決まってて、うん、11月22日から12月3日までです。はい、はい、その期間安く買えるから、みんなぜひ、みんなゲットしてください、はい。概要欄に詳細も書いてるから、ぜひお願いします。してください。はい、ということでですね、購入紹介終わりました。嬉しい。はい、こういう購入紹介が今後も欲しいって人はぜひコメントしてください。はい、お願いします。コメントなかった場合も購入紹介しません。はい、ドンキもなくなります。なくなります。ということで、あの本当にコメントで、まあ、どういう購入紹介してほしいとかも、はい、いっぱい欲しいんで、ぜひですね、コメントいっぱいお待ちしてます。はい、お願いします。コメントいっぱいして。ラブすぎ。友達コメントいっぱいして。すいません。あの、まあ、あの、見てくれてありがとう。みんな、じゃあまた。じゃあまた、ありがとう。お疲れ、お疲れ。お疲れです。お疲れ。こういう感じで友達感出す方がいいかなと思って。え、うざい。じゃあみんなありがとう。ま、また、もうええって。明日何時？予定もしてるやん。駅、じゃあ駅、OK。じゃあまた詳しい場所、LINE で。お疲れ、みんなありがとう。バイバーイ。ブーちゃんがさ、今回おやつなくて怒ってる。ちょじゃあね、あんな今回ふるさと納税でも溢れてるからさ、うん、おやついっぱい買うんだから今回はやめました。すいません。やっぱめっちゃ怒ってる。な、帰っちゃった。いや、めっちゃ怒ってる。